はいどうも、奥大輔です。このチャンネルは阪神タイガース応援チャンネルということで、阪神タイガースに関する様々な話題をお送りをしております。先月まではですね、キャンプ情報を中心にこうですね、お話をしてきたんですけれども、いよいよですね、オープン戦が始まったということで、今日からはですね、オープン戦について、もうね、毎日のようにもう試合が行われていきますから、それを振り返ってですね、まあ見どころなんかをお話をしていきたいなというふうに思っております。で、阪神タイガースはですね、今日からオープン戦のスタートということで、早速ですね、今日の試合を振り返っていきたいんですけれども、ソフトバンクですね、今日から確か3連戦ですね、ソフトバンク3連戦ということで、オープン戦がですね、始まるということなんですけど、今日もスタメン見てもですね、結構まあ、両チームとももう本当に開幕を見据えたといいますかですね、もう本当にもうベテランとか、外国人選手とかこの辺ももう普通にですね、阪神の方特にですね、スタメンに名を連ねているということで、結構ですね、その、なんて言うんですかね、もう、大体ね、オープン戦で言うと、ベテラン選手とかですね、レギュラーがもう決まってる選手とかですね、それから外国人選手なんかは、最初の方はこう出ずにですね、最後の方、あと1週間、2週間っていうぐらいでこう出始めて、まあ調整をして開幕にこう合わせるという、そんな感じのことが多いんですけど、今年の阪神に関しては、もうそのベテランとかですね、その関係なく、もう本当に、全員がもう横一線でレギュラーを今からこう争うんやでっていう、そういったですね、まあメッセージがこの今日のですねスタメン見ててもこう分かるような、そんなですねスタメンでしたよね。ちなみに今日阪神の方はですね、スタメン1番センター近本ですよね。で、2番セカンド糸原で、3番にですねレフト佐藤選手ですね、新人の佐藤選手入れてきました。で、4番がサード大山選手、5番ファーストサンズですね。で、6番が今日は DH で高山選手が入っておりました。で、7番がライト糸井選手と、8番キャッチャー、今日は坂本捕手ですね、坂本誠志郎捕手が8番キャッチャーで、9番がショートの木浪選手ということで、まあ本当に、ベストメンバーに近いですね、メンバーを組んできたなっていう、そんな感じですよね。で、まあ、注目したのはやっぱ3番の佐藤選手ですよね。そのね、当初はもう佐藤選手いくらまあ大物新人とはいえですね、まあまあ、下位打線をですね、打たすんちゃうかっていう風な感じで思われてたんですよね。6番とか7番あたりですかね。この辺に持ってくるんちゃうかって言われてて、まあ3番はですね、新外国人選手のロハス選手が打つんちゃうかっていう風に言われてたんですけど、ロハス選手がですね、まあ来日のちょっと目処が立ってないということと、それとですね、やっぱり佐藤選手がですね、実戦形式のその紅白戦とかですね、練習試合で結果をですね、まあ素晴らしい結果を残しているということで、オープン戦入ったんですけれども3番ということで使われてきましたよね。だからこのままいったら開幕3番ということも十分にあり得るようなですね、そんな、まあ今日のですね、スタメンかなというふうに思っております。で、まあ、あとはですね、もう本当に、糸井選手とかサンズ選手がですね、先ほどはベテランとか外国人選手ももう、オープン戦のですね、初戦からもうスタメンで出るっていうですね、そういったところで、もう本当に、まあ、ね、サンズ選手なんかはもう本当に外国人枠ということで、外国人同士の争いっていうところもありますから、やっぱりこの辺もですね、まあ、安穏としてられないっていうですね、そんな感じですよね。はい。で、先発ピッチャーがですね、西投手ですよね。だからもう本当に、開幕見据えたというかですね、まあオープン戦の開幕ですけども、本当に公式戦の開幕を見据えたようなですね、そんな選手起用だったかなっていうふうに、今日はですね、見てて思いましたよね。で、西投手がですね、ちょっと喘息が出たということで、キャンプ離脱してですね、で、もしかしたら開幕間に合わへんのちゃうかみたいな、そんな情報も飛び交ってましたけども、まあ今日投げたということですから、まあおそらく開幕には間に合う、忘れてくるんちゃうかなっていうふうに思っておりますので、まあ今日西投手がですね、先発できっちり投げてくれたっていうのはですね、これは非常にですね、明るい材料かなというふうに思います。はい。でですね、試合振り返っていくんですけど、まず結果からいきますとですね、4対0で阪神が勝ちまして、ということはですね、0点ですから、ソフトバンクが。阪神がですね、まあ完封リレーをしたっていうことですよね。で、これはまず一つですね、ピッチャーの方は順調に仕上がってきてんのかなっていうふうな、ふうに見えましたよね。はい。で、阪神のですね、先制点がですね、これもまたですね、劇的というか、すごい印象に残っておりますけれども、今日3番の佐藤選手が初回にですね、ホームランを打ったんですよね。ノーアウト、ツーアウトですね、ツーアウトランナーなしっていうですね、まあ1番2番が倒れて、で3番佐藤選手だったんですけれども、相手がですね、先発ピッチャーが、石川投手ですよね。ソフトバンクのですね、石川投手はもう開幕、ピッチャーということで、明言をされておりますから、本当に、開幕投手同士のこうね、投げ合いっていう感じだったんですけれども、見事にですね、そのまあ、いわゆる開幕投手ということはまあ、エース級ですよね。ソフトバンクのエース級の石川投手から見事に佐藤選手が
先生のですね、ホームランを放ったということで、でしかも逆方向にですね、うまく打ちましてですね、レフトスタンドにこう運ぶ、まあ、最前列ギリギリでしたけれども、レフトスタンドに飛び込む見事なホームランをですね、放ちまして、もうやっぱり物が違うなっていう、そんな感じですよね。最初はね、やっぱりみんなね、いくら騒がれて入ってきても、どのぐらいできるのかっていうの不安だったんですけども、ここまで見てると本当に阪神で一番ね、結果残してると言っても過言じゃないぐらい、きっちりとですね、結果残してますから、本当に、楽しみですよね。しかも逆方向にね、ホームラン打てるということですから、今日もね、レフトスタンドの方向に打ってますから、甲子園球場はね、浜風がこうね、強く吹いてますので、左バッターが引っ張ってですね、ライト方向にこう打球が飛ぶとですね、風で押し戻されるんで、なかなかこう伸びないんですけれども、逆にレフト方向はですね、伸びるんで、なので右バッターの方が有利って言われてますけど、今日みたいなですね、ホームラン甲子園でもですね、放てれば、もちろんレフト側は伸びますから、甲子園でもホームランっていうのはですね、ある程度期待できるんじゃないかなっていうですね、そんな感じのホームランでした。見事でしたよね。はい。で、2点目も実はホームランなんですね。これも同じく石川投手からですけども、2回にですね、サンズ選手が今度は引っ張ってですね、レフトスタンドのですね、中段から上段ぐらいも特大のホームランを見事に放ちまして、佐藤選手とサンズ選手のホームランでですね、阪神が2点をこう先制をしたんですけれども、もうサンズ選手もですね、先言いましたように、外国人同士の争いっていうのがありますから、本当にですね、もうオープン戦だからゆっくり調整っていう感じではなくて、とにかく結果を残してアピールしないといけないっていうですね、そんな感じですよね。だから本当に今日のホームランというのは大きかったというふうに思います。もちろんね、別にオープン戦ですから、試合の勝ち負けっていうのはそんなに重要ではないんですけれども、チームにとって大きいですよね。サンズ選手にとっても大きいし、チームにとっても非常に大きなホームランだったんじゃないかなっていうふうに思います。特にですね、まあ、相手のですね、先発、開幕投手の石川投手から打てたっていうのはすごい、まあ、明るい材料かなというふうに思いますよね。まあ、もちろんね、まあ、今日ね、阪神の西投手にしろ、石川投手にしろですね、まだちょっとね、絶好調ではないのかなっていう感じですけどね、その、開幕ピッチャーですから、開幕に当然照準を合わせて調整しますからね、今絶好調でもあかんわけですから、今絶好調だったらね、疲れてきた頃に開幕を迎えてもダメなわけですから、今はちょっとね、ゆっくりゆっくり調整をして開幕に合わすっていうのは、まあこの辺はね、西投手、石川投手あたりは、そういう調整してるでしょうから、まだね、そのエンジンかかってない状態の石川投手から打てたからといってですね、別に公式戦で打てるかってまた別問題ですけれども、まあそれにしたってですね、やっぱり佐藤選手とサンズ選手がホームラン打ったっていうのは、チームにとっては明るい材料かなっていうふうに思います。はい。でですね、あとは今日近本選手がですね、見どころとしては近本選手が今日ヒットでですね、出塁をして見事に盗塁を決めましたが、相手がですね、甲斐選手ですから、相手のキャッチャーが甲斐キャノン対近本の足っていうですね、これ見どころでしたよね。で、見事にですね、これ近本選手盗塁決めるんですよね。だから、ね、甲斐選手を悔しそうにしてましたけれども、やっぱりね、その見応えありますよね。甲斐対近本っていうですね。ちなみに今日阪神はですね、盗塁を企画したのが、この後中野選手もですね、盗塁を企画したんですけれども、これは悠々、まあ、アウトになるっていう感じだったんですが、やっぱりですね、その、まあ、相手のキャッチャーは両方とも、まあ、甲斐選手だったんですけれども、で、近本選手の時も別に送球それたりしたわけじゃなくて、ストライク送球でね、二塁に送球したんですけれども、それよりも足が早く入ったっていうことでセーフやったんですけれども、中野選手はですね、まあ、悠々アウトになるっていう感じですから、まあ、本当にですね、これがもう本当に一軍でバリバリやってる近本選手と、新人のですね、中野選手の違いなんだろうなっていうのは今日見ててもですね、感じましたよね。だから近本選手ね、今年はもしかしたら、盗塁数一気に増やしてくるかもしれません。去年ちょっとね、足を痛めてたみたいですよね。ただその中で、30盗塁してるわけですから、その足の状態さえ良くなればですね、当然試合数も去年より今年の方が増えますし、40盗塁、50盗塁、といったあたりもこう、まあ、目に入ってくるのかなというふうに思いますから、この辺もですね、ちょっと期待持てるなという感じですよね。で、その近本選手がですね、盗塁を決めた後ですね、これ3回ですけども、3回にですね、先頭バッターが近本選手で、盗塁を決めた後ですね、2番に糸原選手が入ってたんですけれども、追い込まれた後にですね、これ見事にこう、ファーストゴロを打って近本選手をサードに進めるんですよね。で、こういうバッティングができるのがやっぱり糸原選手のいいところというか、2番に糸原をこう、置いた方がいいって僕ずっとね、思ってるんですけども、その理由なんですよね。追い込まれてですね、まあ、この打席追い込まれたんですよね、糸原選手追い込まれたんですけど、ここでですね、ね、その、どっちの方向にゴロ転がすかによって、セカンドランナーが進めるか進めないかで決まってくるんですけど、糸原選手はこういう時にですね、
まあ、相手は当然引っ張らさんとこうと思って外角に投げてくるんですけど、それをうまく引っ掛けてですね、ゴロを打つことができるので、これはさすが、見事なですね、今日はバッティング、ファーストゴロを打ったなっていうふうに、見てましたよね。なので、やっぱりね、近本、糸原という1、2番は、ね、今年に関してはこれでいった方がいいかなっていうふうに思いますね。やっぱりこの2人が並んでると、やっぱり安心感があるというか、なんかやってくれるやろうなっていう、そんな、期待が持てる1、2番かなというふうに思います。で、問題は3番のですね、佐藤選手なんですよね。ヒット出てますしね、今日も第4打席でもヒット打って、2本ヒット打ってますよね。そのうち1本ホームランということで、まあ、結果だけ見たらですね、もう、文句のつけようのない結果を残してるんですけども、この近本選手が盗塁決めて、糸原選手のですね、ファーストゴロでサードに行ってワンアウトサードっていうですね、シチュエーションを作ったんですけれども、ここで佐藤選手がセカンドフライということで、この回転入らずだったんで、ここがですね、まあ、佐藤選手がもし3番に入るんだったら、こういったシチュエーション増えてくると思うので、こういった時にどうやってですね、その、1点を取りに行くかですよね。その、まあ、ヒットを打てれば一番いいんですけども、例えば内野ゴロでも外野フライでもいいから、とにかく1点を取るっていうですね、そういったバッティングが、できるか、まあ、だからそういったバッティングをですね、こう刺していくべきなのか、それとももう自由に打たすべきなのかって、この辺がね、佐藤選手の使いどころの難しいところですよね。やっぱ3番ってやっぱ制約が増えると思うんですよね。その、チームの価値を優先しようと思ったら、こういうところでちょっとね、無理にでもそのバットに当ててゴロを打ったりとかですね、外野フライを狙って打ちに行くようなバッティングとかですね、場合によってはフォアボールを取りに行くとかですね、で4番につなげるですね、フォアボール取ればワンアウト1、3塁で4番ですから、そういったですね、いろいろなこう考えがこう求められるわけですけれども、新人ですからなかなかね、そんなところまで求めるのも酷だし、どっちかというと伸び伸びとですね、自由に打たしながら、こうね、プロに慣れていってもらった方がいいんじゃないかなっていう気もするので、そう考えると3番っていうのはちょっとね、めんどくさい打順かなっていうふうに思いますね。もしそうだとしたら、下位の方でですね、ゆっくりこう打たしたら、ね、伸び伸びできるんちゃうかなというふうに思うので、だからその辺がね、使い方の難しいところですよね。だからこの辺、その、オープン戦、ね、何試合か見た上で、矢野監督がどう判断するのか、佐藤選手をね、3番で行くのか、それとも、下位打線にですね、回して、例えば、高山選手とか糸井選手とかですね、それから外国人選手なんかを3番に持ってくるのか、この辺、ちょっと今後のですね、注目ポイントかなというふうに思っております。はい。で、ちょっとまたピッチャーに話戻しますけれども、今日は2番手藤浪投手、4回無失点ですね。で、3番手馬場投手、2回無失点。で、最後、小野投手が投げて1回無失点ということで、完封リレーということで、本当にですね、今日は藤浪投手が、こうね、頑張ってくれましたよね。その藤浪投手がもうやっぱりね、去年の終わり方が良かったということで、今年ね、キャンプどんな感じかなっていうふうに注目してたんですけども、ずっといい状態を続けてますよね。まあ、いい状態というか、まあ、以前の藤浪投手の状態ですよね。極端にいいということではないし、別にコントロールがめちゃくちゃいいっていうわけじゃないんですけれども、二桁勝ってた時のですね、藤浪投手の、ピッチングに戻ってきつつあるのかなっていう感じですね。今日もね、ちょっとね、ストレート狙い打たれたところがあって、ちょっとピンチ招きましたけれども、その、まあ、その辺、ピンチを迎えたところもダブルプレイでですね、今日2つぐらいダブルプレイをですね、まあ、ラッキーな面もありましたよね。ファーストライナーダブルプレイってもありましたけども、まあ、実績ゼロ、失点ゼロで、まあ、切り抜けたっていうあたりはですね、やっぱ藤浪投手としても、まあ、明るい材料かなっていうふうに思います。高橋春人投手がですね、ちょっと離脱をしてますから、開幕間に合わないということで、だからアルカンタラ投手も来日がですね、目処が立ってないということですから、先発の駒がですね、まあ当初思ってたほどはいないということで、やっぱ藤浪投手はね、もう今見てると完全にもう先発のですね、一人として矢野監督が考えてるのかなっていうふうに思いますので、今日みたいなピッチングをですね、要するに悪くても切り抜けるですね。ピンチを招いてランナーを背負っても、そこをどう切り抜けるかっていうことですよね。それから球がですね、思ったとこ行かなくてもですね、要するに悪い状態ですよね。その時にどうやって抑えるかっていうですね、そういったあたりが、まあ、今年に関してはちょっとまあできてんのかなっていうふうに思いますよね。今まではその、ちょっとピンチになったりですね、ちょっと手元狂ったりしたらもうそっからあと、気持ちが崩れてですね、そのガタガタと行ってしまうっていうのが非常に多かったんですけれども、今年はですね、打たれたりですね、フォアボール出してしまってランナー背負っても、そこで切り替えてですね、次の打者にまた落ち着いてこう行くことができていますから、そういった面ではまあ先発にですね、戻しても、今の状態だったらいいのかなっていうふうに思いますよね。なので、藤浪投手もちょっとね、期待持てるかなっていうふうに今日見てると思いました。はい。
まあ、馬場投手はね、もともと去年もいいピッチングしてましたし、まあ今日もまあまあ去年と同じようなピッチングでですね、まあ調整順調に来てるかなっていう感じですね。で、小野投手ですね、問題はね。小野投手ね、去年一軍で全く投げれなかったんですよね。その、一昨年まですごくね、期待されてまして、中継ぎとかですね、もしくは抑えとか先発が何でもできるということで、期待されてたんですけど、去年はね、一軍に一回も上がってこずということで、二軍でもあんまりいい成績残してなかったっていうことで、うん、一体どうしたんだろうなって思ってたんですけども、まあ、今日見てるとね、まっすぐも150以上出てましたし、まあ、まあ、うん、ちゃんとね、きっちりと調整さえすれば一軍の戦力になれるぐらいの球投げてたなというふうに思いますから、まあ、小野投手がね、この後どういうふうに調整をしてですね、一軍にこう、しがみつくのかっていうところを、ちょっとね、期待したいなというふうに思います。今日はね、見事完封リレーですから、ピッチャーに関しては、まあまあ、言うことないのかなっていうふうに思います。まあ、調整が順調に来ているということでしょうね。まあ、もちろんね、絶好調じゃないですけれども、まあまあ、順調に調整ができてきてるんじゃないかなというふうに思っております。はい。で、それ以外のですね、選手ですけれども、もう、いつも言ってますけれども、結構ね、どの選手も頑張ってアピールしないと、本当にいつ二軍に落とされるかわからないっていう感じですから、アピール必死でやってますね。その、今日なんかはですね、まあ、大山選手がですね、今日3三振だったんですけど、4番の。まあ、大山選手に関してはあんまりね、心配はしておりません。大山選手あたりはもう本当に開幕を見据えて調整という感じでいいんちゃうかなっていうふうに思いますね。他の選手はね、ポジションを取りに行かないといけないんで、もう今から結果を求められますから、もう結果にこだわってやってますけど、大山選手あたりは、近本大山あたりは、開幕見据えて、今ね、そんなに飛ばしすぎるんじゃなくてっていう感じでしょうから、今日の三三振はあんまり、僕は気にしていません。で、大山選手がですね、抜けた後に北条選手が今日サードに入ったんですけれども、北条選手が今日ヒットを打ちましてですね、見事にこう、まあ、まあ、もうヒット打ったぐらいじゃアピールならないんですけどね、みんな頑張ってますから、でもまあ北条選手も必死でしょうね。うん、なんとかね、食らいついてってヒットを見事に放ちましたし、今日はね、陽川選手も途中出場でね、フォアボールで繋ぎましたね。この場面9回ですね。9回に阪神2点加えるんですけども、この場面ですよね。9回先頭バッターのですね、佐藤選手が、レフト前ヒットを放って、その後ですね、4番に入ってた、大山選手の後に入ってた北条選手がヒットで繋ぐんですね。で、これで、ノーアウト一塁二塁になって、で、次が陽川選手で、当然ね、ここヒット欲しい場面なんですけども、見事にですね、追い込まれながら、ボール球を見極めて、フォアボールをですね、選ぶんですが、このフォアボールも大きかったと思いますね。もちろんね、この場面はなんとか自分でね、ヒットで返して、で、アピールしたいっていう場面ですけれども、そこできっちりとこう見送れるっていうですね、そういったあたりも、集中力がね、非常に高まってるんじゃないかなっていうふうに思います。で、陽川選手が見送ってフォアボールでノーアウト満塁になるんですけども、ここでですね、高山選手が犠牲フライを打つんですね。で、高山選手ね、ずっとこう調子良くてですね、キャンプの MVP に選ばれたりしてましたけど、今日はですね、ノーヒットだったんですけど、ノーヒットだったんですけれども、フォアボール1個選んでるのと、ここで犠牲フライを打ってますから、ヒットを打てなくてもですね、やっぱりチームにきっちりと貢献をしているというところで、一つアピールにはなったのかなっていうふうに思いますよね。だから、本当に外野もね、熾烈なんですね。で、糸井選手今日出てましたけど、糸井選手3回打席に立ってですね、フォアボール一つヒット一本ですから、やっぱり結果を出し続けてますから、この辺がね、非常に熾烈な争いになってるっていう感じですね。で、これでまあ、高山選手のですね、犠牲フライで、3点目を取って、で、その後、糸井選手の代わりにですね、ライトに入ってた中谷選手が、ヒットを打って、まあ、タイムリーヒットですね、打つということで、この辺のですね、本当にアピールしないともう居場所なくなるかもしれないよっていうあたりの選手が、やっぱり必死にアピールをしています。これもずっと続いてますよね。だからさっき言ったように、北条ですね、陽川、それから高山、中谷あたりが、軒並み今日はですね、きっちりと結果を、いい結果をですね、残してますから、ちょっとね、これは阪神ファンにとっては、阪神ね、チームにとっては明るい話題かなっていうふうに、まあ本人はね、必死でやってるんでしょうけど、チームとしては、チーム内競争がね、高いレベルで行われてるっていうところで、非常にですね、いいことかなっていうふうに思います。去年、中谷選手は、こうね、外野守備でもね、いいところを見せてくれましたね。その、相手をですね、このファーストからサードを狙ったですね、ライト前ヒットでサードを狙ったランナーを見事にですね、刺すというですね、肩の強さを、中谷選手はそこでも今日はアピールをしてました。
で、ちょっと残念だったのは北条選手、今日もね、一個エラーをしましてですね、サードゴロを一個、こう、エラーをするっていう場面がありました。もう北条選手はそういうとこですよね。もう、打つのは当たり前で、エラーを減らしていかないといけないのに、まあ、オープン戦初エラーをしてしまったということで、この辺はね、ちょっと、やっぱり北条選手の、まあ、課題かなっていうふうに思います。ただまあ、内野にしても外野にしても、本当に誰が抜け出てくるのかって全然わからない状況ですね。外野に関してはね、近本選手はまあ確実かなっていうふうに思うんですけども、あとはまあ佐藤選手がね、やっぱ頭一つ抜けてきたかなっていう感じですね。もう一つのポジションをどうするのかですね。ここを今日見ててもですね、高山、糸井、中谷あたりが軒並みですね、アピールしてますから、ここをですね、どう勝ち取っていくかっていうところが、まあ一つポイントっていうのと、あと内野もですよね。北条、陽川ですね。それから木浪、今日出た木浪、それから山本といったあたりですね。あと、まあ、中野ですかね。糸原とか。この辺が軒並みこれまたいい結果をですね、今日はね、ヒットあんまり出てませんでしたけれども、守備がですね、きっちりと安定をした内野守備を見せてますので、まあ、北条選手はね、エラーしましたけれども、それ以外の選手はまあ、きっちりと守ってるなっていうところで、守りでもですね、アピール合戦が、こう行われてるのかなっていう、そんな感じですね。まあ、とにかく、まあ、一試合目、オープン戦ね、第一試合目ですけれども、結構見どころの多い試合、内容の濃いですね、試合を見せてくれたなっていうことで、非常にですね、僕としては、今日は嬉しい試合でしたね。先にこう、期待が持てるっていうことですよね。開幕に向けてですね、ここからオープン戦何試合もやっていく中で、先にこう、明るいですね、希望が見えるような今日は試合だったなっていうふうに思いますので、ぜひともですね、今日みたいな内容の濃い試合をですね、オープン戦で重ねていって、開幕をですね、迎えてほしいなというふうに思っております。はい。ということでですね、まあ、今日のオープン戦を振り返っていきましたけれども、明日もですね、おそらくソフトバンク、戦ですね。明日もソフトバンクとのオープン戦があるということだと思いますので、そうですね。阪神ソフトバンクが、3試合連続になるかな。そうですね。そうですね。ペイペイドームでのソフトバンク戦がですね、金土日と3試合連続で行われますから、何しろね、去年のその日本一の、チームですから、胸借りるぐらいのつもりでですね、今日みたいな内容の濃い、3試合をですね、見せてほしいなというふうに思っております。はい。ということで、今日はですね、このあたりにしたいなというふうに思うんですけれども、明日またですね、もし、ちょっとね、明日、試合見れるかどうかわからないんですけれども、もし試合が見れたらそれを振り返るようなですね、お話をしていきたいと思いますので、また明日よろしくお願いします。ということで、今日はこのあたりにしたいというふうに思います。最後までお話聞いていただきまして、ありがとうございました。さよなら。